裏のゲームと違いますから。確かにこれ気迫にタイガースの主砲もノーヒット。クルーズ三振。できますから、ええ、ボールを抑える力がいいボール。三振。見逃した。3番アマヤにはストレート。5回まで無失点。若武者2人が引っ張っていますが、今日も飛ばしてました。いきなり148キロ、ストレート。ズナチンから3球目、148キロ見逃した。外へガルベス。いやいいボール。そうですね。あーナイスボール。追い込んだチャン・ズージャー。見逃し。こんな場面は初めての守護神損だったんですが、投げる6球目、ストレートが外角低めですね。それでストレートストレートでね、一気に三振取って、ちょっと低め低めですね、振動強く投げてましたね、はい、そして今のこの追い込んでこの棒、はい、しかしやストライク。ということで拍手してくれるんですよ。野球は楽しんでる。伸びのあるストレートで次々と三振を投げ、日本ハム打線を1点に抑え、今日は制球が抜群でした。早めに追い込み、このストレート、2エンド2からズバッとストレートでしょう。本拠地第一戦、田中は最後まで球威が落ちませんでした。最後のバッターもいいボールです。いいコースだ。秋を三振。続く池山もレフトフライに打ち取る。ちょっとこう土がつくようになってきたんですよね。それでストレートは圧巻でした。見事なまでにボールを低めに集める抜群のストレート。低めパスです。ちょっと人が向けたのを感じましたね。ここなんて終わりとしてんのか。はい、見逃し三振だ。狙っていったと押し10個の三振でした。8回で12個の三振を奪って、プロ3番はおめえぬ堂々としたマウンドさばきでパイレーツ打線7球目、外角いっぱい。はい、逆に立って、これで2人目、ね、ああ、しかも手元がピュッと球が伸びてますね、はい、これはもうだから球威するとね、はい、何もあったらなんですよ。もう球威は衰えず、テンポよく投げ続けました。見逃し、また外追い込みました。外一回三振での佐藤にかかる期待が高まります。これは外、先発は大栄に相性のいいエース工藤。この後阪神は7回から伊藤大井。ストライク。150キロのストレートに手が出ませんでした。丁寧なピッチングで2回以降得点を許しません。一発は成瀬、今日もコントロールが抜群でした。あーっとい、見逃しの、あーこれはストップ、いいコース。手も足も出ないっていうピッチングでしたね。阪神、ロッテ打線を3回まで完璧に封じ込め、連続無失点を球団タイ記録。味方の大量得点に守られ、ま、そして三振。岡本どこがいいんですかね、はい、だからまず下半身が非常に安定してるということなんです。見てるとため息が出るようなね。ペドロイヤー